桜出会い館に来てみた。なんか向こううっせよ。なんかわからん。祭りやってんかな。桜出会い館。世話り。なんもないわ。いやー。車から出えへんの、こう中で。こうテント、タープ代わりに、なんかできるやん。便利やな。靴脱いで入って、あーっと、あーっと、車の中で、音すごいやん。ええー、なぁ。ストーブがあるから、最悪寒かったストーブつける。ええー、やん。こんな感じ。駐車場で何やってんねんって感じ。わって楽しいな、これ。いいやん、面白い。あ、この中におってさ、こう中に椅子引き取ったらもうなんか外でんでもこと足りるって感じで、ええ感じやわ。外出る必要はありません。素晴らしい。使うほど寒くないな。ちょっと火沸かして、今日はコーヒー持ってきた。これボンカフェ持ってきました。一回飲ませたらバカだし、天気が下火沸かどうした。できたな。これかな。30度になりました。けんの待っとったら、さっきのやつ片付けんほうがよかったな。失敗しましたね。冷めるじゃん。もう一回火かけたらいいんちゃう。出てこーへん。大
入れるやつ多いけどな。器が悪いか、あんまり美味しくない。ちょっと香りが広がりすぎて、コーヒー自体は美味しいけど香りが、コーヒーカップが焼いてなんか綺麗な人みたいに貼っとくとくへんの。どこに貼ってんのこれ。しゃあない、コップ忘れる。どうやるの、コップ。これ屋根もちょうど日よけになって、めっちゃ車便利だな。もう車 YouTuber に変わりそうだね。車 YouTuber。冬もうおんねんな。まだ1個しかない。残しとこコーヒー一杯目なくなったわ。もう一杯飲もうか。はい。すみません、ごちそうさまです。湧いてきた、湧いてきた。湧いてきました。何時やろかな。何時やろ。こぼれへんの、倒れへんの。おお、反対向きになってんな。サンドルです。ちゃんと映ってんのかな。なんかいい匂いしてきたわ。コーヒーのいい香り。もう30秒。4、3、2、1、30秒9。そこは何が多かったかな。当然いいけどね、やけどの危険あるよ。あっしょ、何が映ってんねんって感じ。
競馬始まったの。まだ30分。いいです。